ドラミアンドドラえもんズロボット学校7不思議は1996年3月2日にドラえもんのび太と銀河町特急と同時に公開された日本のアニメ映画。またザ・ドラえもんズが本格的に映画出演した最初の作品でもある。前年の2 0 1 2年ドラえもん誕生で初登場したザ・ドラえもんズの事実上最初の映画作品。 本編では、冒頭のドラミによるメンバーの紹介シーン、終盤のドラザキットによる、親友テレカ入手の解説など、ドラえもんズについての解説が挿入され、構成もメンバーのキャラクター性を一人ずつ、紹介するような形となっている。当初は、ドラえもんズが主役の短編として企画されたものの、ドラえもんズの存在に否定的だった、別紙総一が難色を示したことからドラミを主役に、 した作品になったという。ドラえもんズの設定および配役は、2 0 1 2年ドラえもん誕生、及び前年に発売されたゲーム作品、ドラえもん友情伝説ザ・ドラえもんズから大幅に変更されており、以降の作品は一部を除いて、本作のキャラクター設定で、ほぼ統一されている。今回は、ドラえもんズの中では、ドラザ・キッドが、中心のストーリーとなっている。ドラミは、 ストーリーの冒頭でポケットの中身を全部奪われ、ドラザキッドも序盤で空気大砲が使えなくなってしまい、二人は親友テレカなど一部を除き、秘密道具なしで行動することになる。本編中で二人は恋仲となっており、この設定は他のメディアミックス作品にも反映されている。古いロボットたちが新しいロボットに追われる使い捨て社会に対する空話がある。 ドラえもんは本編の映画で主人公となるためか出番は非常に少なく序盤で謎の物体に吸い込まれて行方不明になり退場。終盤に再登場するもののキットに殴られて気絶してしまったため最後のドラえもんズ全員が力を合わせるシーンにも参加できず代わりにドラミが親友テレカを掲げている。なおエンディングには伸びた静かすねを ジャイアン、セワシ、アララ、ジュラノシン、クロウ、十一エモン、ゴンスケ、モンガー、ミクジン、ノラミアーゴがドラミの卒業式に出席している。ただし、いずれも声はない。ドラミの卒業式を間近に控えたある日、ドラエモンが母校であるロボット学校を訪問していたところ、突如として校内のロボットやコンピューターが暴走し、生徒たちを捕まえたり吸い込んでしまった。二人も、 その騒動に巻き込まれ、ドラミの目の前でドラえもんと校長も行方不明となる。ドラミはドラえもんが残した親友テレカでザ・ドラえもんズを呼び出した。するといち早く現れたのはドラザ・キッドだった。ドラミはキッドをはじめとするドラえもんズのメンバーと協力しながら学校の反乱に立ち向かう。カッコ内はドラえもんズの別名本作の悪役たち。いずれも ドラえもんズがまだ在学中に使われていた旧式型ロボットたちであり、事件の影響で暴走し始めた。次々へとドラえもんズたちに敗れるが、事件解決後に正常に戻り、ダディ13号以外、ドラミの卒業式に出席している。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。